自然に囲まれてのコーヒー、幸せなひとときですね。あっち。皆さんこんにちは、クルコヤです。今日も最後まで、お付き合いください。スタンレーの真空マグボトル買いましたので、レビューをしたいと思います。真空断熱構造で、まあ魔法瓶みたいなもんですかね。それで保温と保冷と両方やってくれるそうです。保温力の目安は60度以上が7時間、保冷の方は10度以下が12時間というのがカタログ情報でした。ただね、保温力も保冷力もサイトによっていろいろ情報があったので、実際に確認してみることにしました。それでは、やっていきましょう。非接触の温度計を使って実際に温度を測りたいと思います。最近ね、アウトドア行けてないんで、今日はちょっとファイアースターターで着火してみました。それでは夜間でまずはお湯を沸かしたいと思います。ちょっと、この類ってイエティとか、あとサーモスあると思うんですけれども、今回僕スタンレーにしました。理由は、すごく武骨なのと、あと何ですかね、幅は 7.5 センチですね。高さも見ておきますね。あ、そうだそうだ、話を戻すと、さっきのこのスタンレーに決めた理由ですね。まあ各社さんそれぞれ多分保冷力保温力は似たようなもんに合わせてきてると思うんですが、この武骨な感じに、まあ一目惚れって感じでしょうか。ボトルの高さは 22.5 センチでしたね。ちょうど僕のビジネスバッグにも入るので、ちょうどいいサイズ感、皆さんも、カバンに入るかということを選ぶと思いますので、その時の参考になるかと思います。ついでに重さも測っておきました。356g、 カタログ値ほぼ近いですね。中に沸騰したお湯を入れて液温を検証していくんですけど、お湯ばっかり飲むのも嫌なのでコーヒーにしました。ちょっとアメリカンかもしれません。はい、それではお湯が沸くまでしばらく待っといてもらいましょう。ちょっと焦点距離の関係で、しっかり測れるかわかんないですけど、一回11度から12度ぐらいが容器の底の温度だと思います。沸騰したお湯注いでもちょっと熱を奪われるかもしれませんね。ではここで温度を一度測っておきましょう。では開始79度ということで、ここからどれぐらい下がるか、測っていきましょう。経過時間かかるように、今回はすごく綺麗な直線関係のグラフが得られたんですけれども、
メーカーの保温参考値と窒息値、ここに大きな開きがありました。これはメーカーの保温参考値は9度環境で測定されたものじゃないと考えられますね。今回はすごい興味深いデータが取れましたね。メーカーの保証値あるんですけれども、その業界で定められた条件で測定している場合がありますので、使用環境とはやっぱり異なる時があるということですね。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは古小屋でした。よかったら最後のおまけも見ていってください。好みはあるんでしょうけど、このボトルの色目かっこいいっすよね。スタンレーの魔法瓶って今年で108年の歴史があるそうですね。ネガティブな点を一つだけ挙げるとすると、これです。このね、中のキャップ構造のところなんですけれども、これしっかりここ回してカチッというまで止めないと、まあ注ぐのはできるんですけど、逆さまにした時にここの密栓構造がちょっと弱くなる。でボトルにこれでセットして、形だけで言うとこんな感じで、まあ、ボタンを押さずに逆さまにした時にちょっとまあ雫がこぼれるっていうのがネガティブポイントですね。しっかりカチッというまで締めましょう。